交渉が思いつかん。なんだ、こういうの苦手なのか。どうしたらいいんだ。改めて自己紹介でもしたらどうだ。なるほど、じゃあ名前と趣味と座右の銘あたりでも言っておくか。それで十分だろう。じゃあ一年ども、口上を述べてくれ。はい。名前趣味座右の銘、名前趣味座右の銘、俺はこのサークルのおかげでずっと嫌いだった今村光平の魅力に気づきました。最初は流されて始めたアニメとゲーム、もう今ではいいものだと思っています。これからは一層努力して自分から光平お兄ちゃん結婚してと言えるよう頑張りたいと。ざけんなこら。何がある。それはこっちのセリフだよ。なかなかいいスピーチだったな。まさか二人の距離が縮んでいく経緯を語るとは。